キッシュラースローは、ハンガリーの元サッカー選手、サッカー指導者、同国女子代表監督。ポジションは FW。1974年に、ペーチ FC で、プロとしてのキャリアをスタートさせた。1978年に、バシャシュに移籍すると、国内リーグ及び国内カップで、数々のタイトルを獲得し、1983年には、 チームのミトローパカップ制覇に貢献した。その実績が変われ、1985年にリーグのモンペリエに移籍した。2年間在籍し、38試合で12得点を挙げた。詳細は不明だが、ハンガリーのサッカーのトップディビジョンであるネムゼティ、バイノクシャーグアイでは1976年から1989年の13年間で、 271試合124得点を挙げている。1991年に現役引退。ハンガリー代表では1979年にデビュー。最大のハイライトは1982年の FIFA ワールドカップスペイン大会のグループリーグ初戦、エルサルバドル戦である。この試合では後半だけでハットトリックを達成し、チームの10得点での対象に貢献した。 途中出場でのハットトリックはワールドカップ史上唯一であり1得点目から3得点目までが8分間というのも最短記録である。ハンガリー代表の W 杯でのハットトリックは FIFA ワールドカップチリ大会でのアルベルト・フローリアーン以来20年ぶり4人目のことだった。代表には1984年まで選出され33試合11得点の成績を残した。 引退後は指導者の道へ進み、2000年からは国内女子、サッカーリーグの1、FC フェミナで11年間指揮した。同チームではリーグ戦で3度の優勝に導いた。2010年から2012年にかけて、同国女子代表監督を務め、8勝14敗に分けの成績を残した。ありがとうございます。